爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第16節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。イブライモビッチ、マーレス、ワンバウト、ヤクル、ファンデルファールト、フィエルクラウ、ハテン、トラヘルシ、チビウ、ベルグデルモ、パサネン、フリム、イバロフ、ストリーマー、デュリッチ、バレン、ヨウガ、チェルニール、ヒメレス、エスピマス、ミナンダ、シェフチェンコ、ピサン。いよいよ試合開始です。シュート。オフサイドフラッグが上がる。これはゴールキック。いいボールが出た。ピサン。シュート。これはゴールキック。これは決めてほしかった。ワンバウト。ワンツー。ゴール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 。くー、決まった。さあ、もう一度見てみましょう。ミランダ。ゴール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 、アンビリバブルゴール。着実に点を重ねます。チェルニーリ。シュート。シェフチェンコ。スローイン。ピサノ。シェフチェンコ。シュート。ピサノ。
シュート。ミナンダ。センタリング。イブライモビッチ。ミナンダ。これはうーん、危険なタックル。さあここからどう攻める。中へ上げたイブライモビッチ。フィエルクラウ。イブライモビッチ。芝の香りもかぐわしいドリブル。入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は3-0。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ねじ込んだ。果敢にスライディング。主審ファールを取りました。ワンバウト。イブライモビッチ。デュリッチ。合わせた。マールス。ミナンダ。得点は主審ファールを取りました。これはイエローカードを取られ、前半戦終了。後半戦キックオフ。華麗なドリブル。ファーできた。ヘッドパス。シェフチェンコ。空中戦。チェルニーリ。キーパー真正面。スローインです。スローインです。
チビエ。おっと、ハイボールを競り合う。さあここからどう攻める。放り込んできた。後半15分経過。さあこのまま攻め上がれるか。ディフェンダーも必死です。コーナーキックになります。ミドルシュート。オフサイドにはならなかった。カーポスト。ハイボールを競り合う。頭でつないで、オフサイドの網にはかからない。反応できません。イブライモビッチ。さあどちらがボールを支配するのか。ミナンダ。これはオフサイドでした。ヘッドでつないで、合わせた。さあここからどう攻める。中へ上げる。これはゴールキック。ボールが宙をさまよう。出た。さあどちらがボールを支配するのか。マーロス。キーパーファンブル。あと10分です。ワン、ツー、ゴー。マーベラス、スーパービューティフォーゴー。素晴らしいゴールです。得点は5対0。スロー VTR でご覧ください。ねじ込んだ。ハイボールを競り合う。ヘッド、シュート。あん、エスピマス。ダラエク。マーロス。前が空いた。え、決まった。ゴール、エクセレントゴール。得点は6対1。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ワン、ツー、シュ。ゴール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 。ダイナミックゴール。得点は7対1。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。シェフチェンコ。ミナンダ。
激しい攻防。ダナエクファーサイドに上げた。コーナーキックになります。マーレス、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。
パルクデジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、試合が始まりました。合わせた、打ってきた。スライディング、スローインです。これはゴールキック、これは決めてほしかった。さあどちらのボールになるのか。エスピマス、スメルチン、前が空いた、攻めきれない、頭でつないで、スペースができている。バトユ、ガンガンプレスをかけます。大きくクリアしました。走り込んできた、シュート、コーナーです。これは惜しい。さあチャンス到来、決まった、ゴール、エクセレントゴール。さあもう一度見てみましょう。アクロバティックシュート、ワン、ツー、ゴール。ピサノ、中に絞ってきた、ゴール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 、決まった。得点は4対0。ラメ、バトユ、シェフチェンコ、ヘッドパス、ピサノ、ごっちゃんゴールか、ゴール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 、アンビリバブルゴール。ワン、ツー。ヘッドでつないで、パウレタ。ワン、ツー。シュート。
シェフチェンコ、デュリッチ、ラメ、ピサノ、走り込んできた、シュート、ラメ、ヘッドで、遮断なパス交換、おっと、前半終了の笛です。前半、後半戦キックオフ、エディ・コスラ、リターン、シュー、入った、ゴール、ブリリアントゴール、ハットトリックを決めました。よどみなく盛り上がる歓声の緑の湖で、ハットトリック達成。我々は、さあここからどう攻める、類まれなキープ力、素晴らしいボディバランス、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール、すごいスコアになっています。オフサイドにはならなかった、中へ上げた、走り込んできた、決まった、ゴール、エクセレントゴール。さあもう一度見てみましょう、ねじ込んだ、主審笛を吹いた、倒れた、イバロフ、シェフチェンコ、バトユ、ナイスファイト、勝ちたいプレー出ています、危険なタックル、
パウレタ、これをプッシュ。ロシェ、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。これは危険だ、敵に当たってしまった。コーナーです。これはゴールキック。キーパーの遥か頭上を越えていきました。シェフチェンコ、ゴール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 、ダイナミックゴール。スロー VTR でご覧ください。シェフチェンコ。キラーパスになるのか。ドリブルで上がる。ヘッドでワンツーシュッ、シェフチェンコ、ヨウガ、スローインです。シェフチェンコ、果敢にスライディング、遮断なパス交換。ゴール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 、決まった。これはファールです。シュート、これはゴールキック。ゴール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 、アンビリバブルゴール。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。
ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第18節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。主審ファールを取りました。で、ピサノ、ボールが宙をさまよう。ワン・ツー、ヘッドでユーロビッチ、折り返す。ボナル、
スローイン。オフサイドの網にはかからない。中へ放り込む。ユーロビッチ。スローイン。バレン。合わせた。ババンギだ。シュート。ヘッドパス。バレン。ワンツー。こっゴル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 ダイナミックゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。キラーパスになるのか。ヘッドで。これは気をつけないと。シュート。ここはいいディフェンス。ヘッドでパスを送る。シェフチェンコ。ゴール。見たか。ゴール。追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。エスピマス。ワンツー。ゴール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 。決まった。大車輪の活躍。ハットトリック。天才のエスプリオ。まざま。ヒメレス。大きく前方にクリア。キラーパスになるのか。オフサイドフラッグが上がる。ふわっと上げる。さあどちらがボールを支配するのか。危険な。直接打ってきた。これはゴールキック。ダイレクトで返す。ゴール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 アンビリバブルゴール。さあここからどう攻める。狙いすぎたようです。オフサイドにはならなかった。ババンギだ。主審ファールを取りました。シュート。ゴールマウスに嫌われた。いけいけドリブル。入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は5対0。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ。
さん、中へ上げる。ストリーマー、ピサノ、シュート。おっと、足がかかっ、さあどちらのボールになるのか。ユーロビッチ、折り返した。前半戦終了。さあ後半戦キックオフです。ドリブルで上がる。あー、これは拍子抜けするようなプレー。ボールが宙をさまよう。つながればチャンス。しなやかなボールタッチ。クロス。キーパーこぼした。チェルニーリ。シェフチェンコ、ワンツーシュート。これはゴールキック。キックミスでしょう。ババンギだ。ボナル、シュート。うん、中途半端なクリア。ヘッドでパスを送る。シュート。外してしまった。これは決めなければいけない。さあこのまま攻め上がれるか。ゴール！なんてアートな！シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。選手交代が行われるのでしょうか。センタリング、ふわっと上げる。シェフチェンコ、ドナロー、攻めきれない。ヘッドパス、
遮断なパス、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。得点は7対0。ただいまのゴールシーンを振り返って、主審ファールを取りました。空中戦、アンビリバボールゴール、スーパーゴール、ゴール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 、ミラクルゴール、もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈し、流れを止めた、おっとファールを取られました。シュート、キーパーファンブル、中へ上げた、ユーロビッチ、スペースを埋めないと、折り返す、チェルニーリ、さあどちらのボールになるのか、ガジャルド、中へ放り込む、ジャンプ、ボナル、ここで試合終了のホイッスル、圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降パルクでジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。
解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第19節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ジロマンニ、ゼッターベルグ、ジャナコプーロス、ジョルレビッチ、カランブー、アマナティディス、マフロゲニディス、ベネティディス、アナトラキス、ベルムテス、エレフテロプーロス、イバロフ、ストリーマー、デュリッチ、バレニ、ヨウガ、チェルニーリ、ヒメレス、エスピマス、ババンギダ、ニョルゴ、シェフチェンコ。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。合わせた、アナトラキス。シュート、キックミスでしょう。これは危ない、放り込んできた。ヘディング、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ワンツエレフテロプーロス、ジロマンニ、シェフチェンコ、ババンギダ、ジロマンニ、ファーポスト、大きくクリアしました。出た、いいボールですよ。これはゴールキック、横にそれてしまった。これはゴールキック。ヘッドパス。つながればチャンス。体を入れてきます。これはコーナーキック。中へ上げる。
コーナーキックです。さあチャンス到来。空中戦、ふわっと上げる、シェフチェンコ、キーパー前に出た、前半35分をすでに過ぎました。スローイン、アマナティディス、ババンギダ、ヒメレス、ベネティディス、ヘッドでつないで、スライディング、シェフチェンコ、キックミスでしょう。ドリブルで上がる、ババンギダ、ニョルド、シュート、攻撃を組み立てます。ヘッドでつないで、おっとファールを取られました。ここは集中しなくてはなりません。スローインです。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。後半戦キックオフ。さあどちらがボールを支配するのか。出た、ベルムテス、これはファールです。スローインです。シュート、ババンギだ、中に絞ってきた、シュート、コーナーです。さあチャンス到来。
シェフチェンコ、エレフテロピューロス、センタリング、いいパスだ、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。さあどちらがボールを支配するのか、チャンスボールになるか、ワンツーゴール、なんてアートな見事な先制点。さあもう一度見てみましょう。ババンギだ、動き出しが素早いです。これはちょっと危険なプレーでした。アナトラキス、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ワンツー、エレフテロピューロス、ジャナコプーロス、ガンガンプレスをかけます。スローインです。ババンギだ、シュート、シェフチェンコ、ヨウガ、ババンギだ、ヘッドでつなぐ、コストゥーラス、ジャンプ、ヘッドでつなぐ、シェフチェンコ、キーパーに当たった。ババンギだ、中へ上げた、キーパーファンブル、シュート、コーナーキックです。さあチャンス到来、これはゴールキック、ババンギだ、シュート、シュゴール、マーベラス、スーパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、動き出しが素早いです。ヨウガ、シェフチェンコ、オフサイドフラッグが上がる。アナトラキス、さあどちらがボールを支配するのか、シェフチェンコ、ここで試合終了のホイッスル、窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。
さあ試合開始です。ストーントン、アンケル、ジノリ、スローイン、さあここからどう攻める、折り返す、シェフチェンコ、ストリーマー、10分過ぎました。ワンツー、最終ラインの押し上げが早い。ストーントン、アンケル、ババンギダ、シュート、シュート、ゴール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 、くー、決まった。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、シェフチェンコ、ヨウガ、ストーントン、ババンギダ、中へ放り込む、シェフチェンコ、これは決めて欲しかった。さあどちらがボールを支配するのか、出た、放り込んできた、キーパーに抑えられました。ヘッドでパスを送る、アンケル、カーポスト、ボータン、危険なタックル、壁の選手が揉めているんでしょう。キーパーこぼした、
キラーパスになるのか。ループシュート、守り切った。シェフチェンコ、ゴール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 、アンビリバブルゴール。ここで確実に得点を。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。ドリブル上げてきた。オフサイド。シェフチェンコ、おっと、前半終了の笛です。後半開始の笛です。ファーできた。クロスバーを直撃。バレにオフサイドフラッグが上がる。ヘッドでつなぐ。ババンギだ。さあここからどう攻める。アンケル、ババンギだ。華麗なドリブル。ヨウガ、前が空いた。ハッゼ、ここはいいディフェンス。ババンギだ。ハッゼ、これはオフサイド。いや、ハイボールを競り合う。おっと、足がかかった。一旦戻す。ドリブル、プレーを切ります。これはピンチ。あ、はい、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。中に絞ってきた。アルパイ、華麗なドリブル。
頭でつないで、いいパスだ。洒脱なパス交換。これは惜しい。ハッゼ、これはファールです。空中戦、スーパーセーブ。華麗なドリブル、シュート。勝ちたいプレー出ています。これはゴールキック。アルパイ、すでに試合時間は85分が経過しています。左へサイドチェンジ、ピサン、ゴール。なんてアートだ。ここで確実に得点を奪います。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。フリーにさせてはいけない。スローインです。華麗なドリブル。試合終了です。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合。少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第21節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。
それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。カデュー、レオラルド、ファン・ホイドンク、トマソン、ボスフェルト、パーウヴェ、エマートン、ファン・ハーレン、ファン・ウォンデレン、デハーン、ズーテビール、シュマイケル、ストリーマー、デュリッチ、バレミ、ヨウガ、チェルニーリ、ヒメレス、ハーティー、ピサノ、ババンギダ、シェフチェンコ。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。ドリブルという自己主張、ピッチというゴール、見たか、ゴール、先制点を許してしまいました。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。蹴り込んだ、ピッチを優雅に徘徊します。センタリング、ピサノ、バレニ、スローインです。スペースを埋めないと、味方を探してますよ。フォローが遅いですね。コーナーです。さあチャンス到来、さあどちらのボールになる、ゴールゴール、両チームピッチに散りました。さあキックオフです。スローインです。中へ上げた、突如としてトップスピードに乗ります。シュート、ピサン、おっとファールを取られました。エマートン、おっとこれはイエローでしょう。ゴールキーパーが味方を鼓舞、ボスフェルト、右へサイドチェンジ、ワンタッチ、シュート、キャッチできない、マッコ、これはゴールキック、狙いすぎたようです。シェフチェンコ、あくまでも勝利への気概を堅持します。大きくクリアしました。ヘッド、ヨウガ、シェフチェンコ、
カット。これはファールです。壁を作ります。ジューテビール、ヘッド、チャンスです。ヘッドでパスを送る。ファンホイドンク、トマソン、チェルニーリ、25分経過。スローイン、さあここからどう攻める。シェフチェンコ、ヘッドでつないで、ヒメレス、走り込んできた。シェフチェンコ、ポストに弾かれた。ヘッド、ヨウガ、シェフチェンコ、ファン・オンデレン、ゴール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 、ガンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。シェフチェンコ、激しい攻防、リターン、入った、ゴール、ブリリアントゴール。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。後半戦開始の笛です。
つながればチャンス。ニアだ。ボールが宙をさまよう。ジャンプ。シュート。放り込んできた。ヘッドパス。よくしのいだ。シェフチェンコ。これはゴールキック。頭でつないで。これをプッシュ。デュリッチ。いいパスが出た。出た。シェフチェンコ。ヘッドで。ピッチを優雅に徘徊します。オフサイドはない。ピサン。キーパー反応した。これは読まれて。ゴール。なんてアートな。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。彼は本当これは気をつけないと。カデュー。ここで折り返す。コーナーキックです。さあチャンス到来。後半25分。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。さあここからどう攻める。折り返した。ファーサイドに上げた。ババンギだ。ジューテビール。おっと旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。ここはいいディフェンス。体を入れてきます。スローイン。
コーナーです。さあチャンス到来。これは危険だ。センタリング。レオラルド。ピサン。ワン、ツー、シュート。キーパーファンブル。取り損ねた。スペースを埋めないと。空中戦。いいパスが出た。ズーテビール。アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。得点は4対1。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。試合終了です。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は